国旗が入場します。ご来場の皆様はご起立ください。国歌斉唱、前奏はございませんので演奏とともにご唱和ください。ご着席ください。オープニングセレモニーは陸上自衛隊第302保安警務中隊、非常隊長は横道純二等陸尉でした。プロローグ、そしてオープニング式は海上自衛隊東京音楽隊隊長樋口芳雄二等海佐でした。今年のテーマは音が結ぶ一つの思い。陸海空の自衛隊は国民の負託に応えるという一つの信念のもと、そして日本と世界の平和と安定という一つの未来のため日々の活動を続けています。そして海を越えた国々と国民の皆様一人一人ともっと強くつながっていきたい、そんな思いを込めて、第1章テーマは力を一つに。陸海空の自衛隊が一つになることで生まれる確固たる力。今自衛隊に求められるのは陸海空の団結する力。その力は日本の国民を守る統合機能防衛力へとつながります。オープニング演奏は陸上自衛隊北部方面音楽隊。
時を経て人が人を思う気持ちがやがて一つの力となりこの国を支えてきたのです。 星に惹かれ生まれるために。
山雅紀三刀陸さんでした。続いては陸上自衛隊中央音楽隊、そして第三陸に保安警務中隊。この豊かな国土と人々の笑顔を守りたい、私たちにとって平和への熱い思いこそが何よりも明日への力となります。振り返ることなく歩み続けた道のり、絶え間ない努力を続けた日々、それらを支えるのは全て平和への思い。
陸上自衛隊中央特戦第3組保安警部中隊による合同演奏。指揮は演奏班長守屋陽介一等陸尉、ドラムメジャー堀武博一等陸曹でした。続いては海上自衛隊東京音楽隊、すべての命の源といわれる海。日本は海に囲まれる豊かな国土を有します。私たちにとって海は身近であり特別な存在です。そして遥か昔から海は私たちを海外世界とつなげてくれる存在でもありました。そう、この世界、この地球に海はただ一つの海としてそこにあるのです。
指揮は副長北村義弘一等会員、ドラムメジャー北村二郎一等会長でした。続いては航空自衛隊航空中央音楽隊。遠く離れた場所にいる家族や友人、たとえ遠く離れていても愛する人と同じ空の下でつながっている。空もまた私たちにとってはただ一つの空なのです。そのかけがえのない空を守るため、私たちは力を一つにします。
航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏、指揮は演奏班長口方聡佐藤空さん、ドラムメジャー塚本康史二等空奏でした。ここで実に52年ぶりに新しくなった新儀仗服をご紹介します。同じく日の丸の赤線をあしらったものです。以上、陸上自衛隊第3列にオーケー宇宙隊による新儀仗服のご紹介でした。
陸海空自衛隊音楽隊による合同演奏。指揮は陸上自衛隊中央音楽隊副隊長志賀徹、伊藤陸佐でした。第2章のテーマは思いを一つに。これまでも日本と海外諸国は互いに信頼し、力を尽くし助け合う強固な関係を築いてきました。平和と安定の未来に向けて、互いに互いがかけがえのない存在、今ここで改めて確認し合います。最初に登場するのは米海兵隊第3海兵機動展開部隊音楽隊です。Thank you.
機動展開した4段階による演奏。指揮はアトレス G 生の上級順位ドラムメジャーロナルド A 王子2号級奏でした。続いては太陽王国空軍軍楽隊。自衛隊は平成29年2月隊で実施されたコブラボード16において平和安全法制上の新任務在外邦人等の保護措置の訓練を海外で初めて行いました。そして日台修好は今年で130周年という節目の年、両国の友好をさらに強固するためにやってきてくれました。Thank you.
奏の鳥を務めていただくのはご存知、在日米陸軍軍楽隊。在日米軍が発足して60年、2011年に発生した東日本大震災においては、米海兵隊とともに友達作戦を展開。その中で人命救助、復興支援、福島第一原発事故対応を実施しました。以来、日本とアメリカの友好はより強固な関係を保っています。この自衛隊音楽祭りでも毎年色とりどりの演出で盛り上げていただいています。いらっしゃい本番眠った As I sleep still, no prayer. In a land I never dreamed, she's not free.
は会長マーミンカード上級住民でした。来る2020年平和の祭典であるオリンピック・パラリンピックが東京で開催されます。日本と世界共に平和と安定の未来を目指す思いを陸海空自衛隊音楽隊とゲストバンドとの合同演奏によるオリンピックメドレーでお届けします。We'll be right back.
日本国民、自衛隊と国民が同じ未来を見つめることで明るい未来はやってくると信じています。第3章、一つの未来へ。自衛隊音楽祭りの目玉の一つでもある自衛隊と、今年のテーマは一致団結。ここで改めて合わせた呼吸の一体感をお楽しみください。皆様どうぞ手拍子拍手で一緒に盛り上げてください。
Thank you.
平和と安定の未来へ向かうこの国にとって、そして世界にとって欠かすことのできない若い力、この自衛隊音楽祭りではテーマとなった防衛大学校儀仗隊によるファンシードリルが未来への希望の光となります。
防衛大学校によるファンシードリル。指揮は防衛大学校第4学年田中浩樹、ドラムレジャー同第4学年野中翔太郎でした。平成29年の自衛隊音楽祭り最終章 We are all one。陸海空、日本と世界、そして自衛隊と国民、途切れることなくプロローグからこの最終章まで音楽祭りを陰で支えてきてくれた舞台をご紹介します。陸上自衛隊第32普通科連隊、指揮は中西太一一等陸曹です。集結された力や思いは未来へ向かって羽ばたいていきます。共に明日を目指すため、未来に平和をもたらすため、自衛隊の努力はまだまだ続いていきます。最終章フィナーレの式は陸上自衛隊中央音楽隊隊長樋口隆博一等陸佐。本日出演した全部隊が改めて皆様と共に目指す平和な世界を見つめてお送りします。 We are all one。
中央音楽隊松永美智子陸士長、海上自衛隊東京音楽隊三宅ゆかり佐藤海曹、航空自衛隊航空中央音楽隊森田咲希伊藤空志でした。それではこの演奏で最終章を結びます。I'm not afraid to die.
2023年平成22年の自衛隊音楽祭りを閉幕いたします。